皆さんこんにちは。今日はですね、私の最近のバッグの中身を紹介します。今使っているのがメゾンドフルールとサンリオコラボのリュックです。私はクロミちゃんのデザインにしました。このワンポイントのクロミちゃんとサイドのパールのデザインがとってもお気に入りです。でこちら可愛いポイントがもう一つあって、中です。中の裏地がパープルで、クロミちゃんのプリントがされています。まずこの外側のポケットから、おなじみのミュウミュウの銀ケースです。ファスケースはこのクロミちゃんを使っています。中にマイキーの写真を入れているんですが、もうね、目の保養です。でこんな感じで中がポケットになっているので便利なパスケースです。外側のポケットは以上です。続いて中の方を紹介します。こちらこんな感じでガバッと開くので取り出しが便利です。まずハンカチです。今日はメゾンドフルールのイニシャルのハンカチを入れています。このリボンが可愛いですよね。こちらとお財布はずっと変わらず、このグッチのさくらんぼのデザインを使っています。これすごいお気に入りです。でカードケースはまたこちらを使い始めました。ミュウミュウのラブレター柄ですごい可愛いですよね。このブラックとピンクの組み合わせがお気に入りです。で中もこんな感じでカードポケットがついているので使いやすいです。そして iPhone です。ケースはメゾンドフルールのこちらのケースを使っています。ピンクベージュのカラーでとても落ち着いた色味でお気に入りです。でこちらが最近使っているマスクを入れています。こちらは予備用に入れているんですが、 B スタイルのドーリーピンクカラーのマスクです。こちらは小顔に見えてメイクがつきにくいマスクです。すごく気に入っていて何度かリピートしているマスクです。でマスクケースがクロミちゃんです。外したマスクを入れるマスクケースです。こちらはサンリオショップで買いました。そしてエコバッグです。 GU で購入したものなんですが、クロミちゃんとマイメロちゃんとシナモンくんがいるんです。デザインがたまらないですね。すごくコンパクトになりますし、中のデザインがとっても可愛いです。こんな感じで全体にプリントされているデザインなんですが、リボンとかハートとかバラのデザインで、もう可愛いがたくさん詰まったエコバッグです。でエコバッグのケースもこんな感じでプラーンとぶら下がるのでなくさないですし、いいですよね。はい、こちらとセリアで購入した巾着です。
くろみちゃんとマイメロちゃんとピアノちゃんのデザインで、かわいい。この中にはジェルスチュワートで購入したハンドジェルです。フレッシュハンドジェルフォートラベルホワイトフローラルです。こちらはすごくサラサラになりますし、香りもいいのでおすすめです。そして最近購入品でも紹介した白のハーバルマスクスプレーです。マスクにシュシュッとして使うものなんですが、除菌もできますし、香りもハーブと柑橘の香りですごくリフレッシュできるので、このアイテムもおすすめです。で、こちらも白のものなんですが、ハンド美容液です。私はホワイトリリーの香りを使っています。今の時期消毒とかですごく手荒れがするので、こちらを入れてるんですが、これは使った瞬間すぐサラッとしてベタベタしないので、こちらお気に入りです。この3つ全部おすすめです。はい、この中は以上です。続いては私の最近のお気に入りのポーチです。こちらはメゾンドフルールとクロミちゃんコラボのポーチです。後ろにティッシュが入れられるようになっていて、そしてサイドにリボンで、このギンガムチェック、ツボすぎるデザインです。で、ティッシュもですね、くろみちゃんです。こちらダイソーで購入しました。で、この中にはくろみちゃんの絆創膏で、香り系のものを一つは入れるようにしてるんですが、ジェルスチュワートクリスタルブルームサムシングピュアブルー線とオードパルファローラーボールです。こちらローラーになってるので、くるくるっとしてこんな感じで香りのお直しができるので、こちら入れています。この香りほんと大好き。ちょっとしたお直しコスメを入れてるんですが、まずはポール&ジョーのリップカラートップコートです。こちらは口紅を落ちにくくしてくれたり、マスクにつきにくくしてくれるアイテムです。で、ジルスチュワートのリップブロッサム33番です。その日使っているリップを入れてるんですが、今日はこのですね、コーラル系のリップを入れています。で、これすごくちっちゃいんですが、ディオールのアディクトリップマキシマイザーです。サンプルサイズなんですが、ポーチに入れるのにちょうどいいなと思って持ち歩いています。ポーチの中身は以上です。そして最後なんですが、こちらクロミちゃんのミラーとコームです。中にミラーとコームがついているものなんですが、メイク直す時とかにすごく便利なので、こちらを持ち歩いてます。はい、バッグの中身は以上です。
最近はすごくクロミちゃんが大好きなので、クロミちゃんのリュック使っていたりとか、ちらほらクロミちゃんのアイテムがあります。でピンクが一番好きなんですが、最近はクロミちゃんの影響でブラックも好きです。なのでね、ブラックのアイテムも増えてきました。今日の動画はこちらで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。